こんにちは、マセン649です。今回はですね、K2 という世界で2番目に高い山で日本人の、渡辺健二郎さんが、登頂に成功した後にの登頂に成功した後の下山中に、滑落して亡くなったという事件について、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、客観的な意見については、登頂山登山は降りるまでが登山だよねっていうこととか、危険っていうのは分かってたことだよねっていうこととか、あと会社員なのに、まあ、会社員の男性だったんですけど、すごい時間があるんだなとか、そういうこととか、あと、まあ、本望だったんじゃないかなと、目指してた山に登頂できて、それで登山が好きだと思います。K2に登る方なので、が山で亡くなったっていうことは、まあ、ある種、まあ、良かったことなのかなということかな、まあ、そのようなことが多かったかなと思いました。とりあえずね、自分の気持ち、感想についてなんですが、結構ですね、昨日の夜かな、見て、あ、そうなんだと思って、まあ、K2 っていう山の印象としては、まあ、一番有名なのが、世界標高1位のエベレストという山は、みんなご存知だと思うんですが、まあ、エベレストと比べて K2 の方がすごく亡くなる死亡率が高い山としてすごい有名ですね。しかも、山の登る前まで、登るところ直前まで、また普通に移動するところも結構交通の便が悪くて、普通に歩いていかないといけないみたいなこととかも含めて、すごい難しい山みたいですね。3ヶ月とかそれくらいかけて登る山みたいですね。で、まあ、しかも、まあ、そのくらいのレベルの山だと、まあ、費用とかもかかるですし、結構大変ですよね。まず登山するところまで行くのに。で、そうですね、第一印象としては、すごい好きだと思うんです、山が。で、まず K2 という山に登頂したということは、すごい素晴らしいことだなと思いました。で、まあ、その下山中に、まあ、亡くなってしまうんですが、まあ、ある種、登頂した後で、亡くなってよかったかなと思いました。なんかある種浮かばれるかなということですね。ただ、チームで登ってたみたいなので、他のチームのメンバーの精神状態とかちょっと心配なところはありますね。なんか背負ってしまわないかなとか、そういうことですね。そうですね、まあ、このくらいのレベルになると本当に死と隣り合わせのことが多いと思うので、何とも言えないんですけど、このレベルの登山、山登りはしたことがないので何とも言えないんですが、一回はなんか登ってみたいかなとは個人的には思いますが、
そうですね。ちょっと、まあ、自分一人が亡くなるのはいいんですが、残された家族とかいらっしゃると思うので、そこがちょっとすごい残っちゃいますよね。残されたものとしてはっていう、まあ、家族もまあ覚悟してたと思うので、そうですね、ちょっとあんまり言葉がないですね。やっぱりなんか、まあ、この事件だけじゃないんですけど、人が亡くなる事件ってやっぱりちょっと心に刺さる感じはします。渡辺さんはご冥福をお願いいたします。ということで、今回は K2 という山ですね、登頂した後の下山中に滑落してお亡くなりということについてお話ししていきましょう。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。